皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメンいろりさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。1951年創業の老舗で、2013年に現在の店舗に移転オープン。何度食べても美味しいラーメンやカレーも人気の長年愛されているお店です。スペシャルラーメン1100円。こがしラードの黒いスープが特徴で、魚介の味がたっぷり楽しめる一番人気メニュー。魚介や野菜がたくさん入っています。いただきます。炒めだけだと富山ブラック系のスープかと思いきや、飲んでみるととっても魚介系。焦がしラードと合わさって最高に美味しい。西山製麺のプリプリ中太縮れ麺はコシがあり、スープにとっても合っています。具材はチャーシュー、メンマ、ひき肉、もやし、イカ、ホタテ、アサリなど魚介もたくさん。こんなに魚介がたくさん入っているなら1100円という値段にも文句はありませんね。もやしはシャキシャキ、メンマはコリコリで食感もすごく楽しめちゃいます。ちなみにスペシャルラーメンはもともと醤油のみだったのが、今は醤油、塩、味噌、辛味噌から選べるそうで、私は醤油にしました。仕込みを見てみると、塩はマイルドなんだとか。真っ黒のスープなのに塩味とか想像できないですね。食べてみたいな。チャーシューはしっとりとしていて柔らかく、味は程よい濃さ。スープにしっかりつけてから食べると本当に美味しい。ご飯に合いそうです。いろりさんのメニューはこのスペシャルラーメンの他に、味噌、醤油、塩、チャーシューラーメン、野菜ラーメン、バターラーメンがあります。どのラーメンもスープは黒めらしい。バターラーメンが美味しそうなので、次来た時に食べてみます。店内はカウンターとテーブルがあり、落ち着いた雰囲気。家族連れでも行きやすそうです。お店のご夫婦もとっても優しそうで、何度も通いたくなっちゃいますね。とっても美味しかった。全飲みです。ごちそうさまでした。地下鉄東西線ハッサム南駅から徒歩3分。駐車場は6台、席数は17席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。